こんにちは皆さん、私は元山口組顧問弁護士で YouTuber の山内幸男です。今日は山口組の慰霊碑というテーマでお話ししたいと思います。平成の19年だったと思うんですけども、私は府中刑務所で受刑していた6代目親分に特別面会許可を得て会ったことがあるんですね。その時の面会の話の内容はちょっと覚えてない、忘れているんですが、ただその時の話で親分が新しくできた組人慰霊碑、先生ぜひ見に行ってくださいって言ったのが強烈に印象に残っているんですよ。お会いした時にはちょっと朝は声が出ないんですと言ってね、人と全然話さんもんだからなんて言ってたんですよ。作業も誰とも一緒にはできませんのでね、部屋の中でたった一人で、確か封筒の乗り張りか何していましたね。ですから人と喋らんから朝声出なくてちょっと悪いななんて言ってましたけども、でも用事喋った時に親分が組人慰霊碑はぜひ見てくれっていうふうに言われたんです。私も大阪に帰ってから翌日だったか翌々日、車で長峰霊園に行きました。田岡親分のお墓、文子姉さんと一緒に入ってらっしゃるんですけど、そのお墓に手を合わせて、そして司親分の行った組碑慰霊碑という一角の墓地にも参ってまいりました。この墓地は田岡親分ご夫妻が入っているのと、向かって左側は宮間家文子姉さんの実家の墓地なんですね。そして山口組の組碑慰霊碑という3つの区画からできているんですね。写真を見ていただいたら分かるんですけども、塔が2つありまして、そして左側に大きな石板がありまして、真ん中の塔が慰霊碑なんですね。歴代山口組組長を祀った慰霊碑ですから、初代の山口春吉、2代目山口昇、3代目田岡和夫、4代目竹中正久、5代目渡辺義則の名前が全て彫られております。そして建立した主として、司忍という名前が赤い字で彫られております。これが歴代組長の慰霊碑です。右側にある塔は、もともとあった山口組の供養塔なんですね。それを移したんですが、組碑というのが左にある2メートル四方ぐらいの大きな石板があるんですが、そこに山口組、組員の人たちの名前がずっと彫られております。この中にはよく知られた名前がいくつも出てきます。匠さんであるとか、山本健一親分であるとかですね、地主さんであるとか、まあ、そういうふうに組員の名前を彫っていったんですけども、初代2代目を配下、射程若中を探索するのは大変であったというふうに聞いておりますね。もう文献もないし、関係者にあたっても分からなくって、名前を調べるのが大変であったということを聞きました。これはですね、司親分がずっと念願していたことなんですね。代を取ったら絶対に作りたいと強く思っていたことなんですよ。それはどういうところから来ているかというと、先人顕彰ということですね。大門っていうのは山口組、この大きな山口組丸を漕いで来られた、山口組を担いで来られた先輩たちの犠牲の上に成り立ってるんです、このブランドっていうのは。長い懲役、そして命、そして懲役の背後にいる家族たちの涙、そういう人の犠牲があってこそ出来上がる、そういうものなんですよね。大門の権威というのは、涙と血にまみれた悲しいんですけれども、それゆえに非常に大きな求心力を持つんですね。今まで山口組分裂劇がありましたけれど、簡単に言うと大門持ってる方が勝つんですよ。大門っていうのはそれほど求心力があるんです。そして各組員がですね、大門を担ぐと自信が湧くんですよね。もう怖いもんなくなるんですよ。本当に人生に自信が湧くし、またしのぎをするときにおいても心の支えになるんですよ。山口組の組員である以上は舐められたらあかんっていうね、そういう勇気をこう奮い立たせるバックボーンになってるんですね、この大門っていうのは。この大門とすごく大切なもんなんですが、先人が築いてきたその上に出来上がってる夢、先人の大きな犠牲を忘れてはならないと、そういう気持ちから司親分が作りたかった
ものみたいですね。司親分は平成17年に6代目を継承するんですけども、その年の暮れにはもう下国してしまいますので、この組比の建立は高山若頭に任されることになりました。当然高山さんは親分の気持ちがよく分かっておりますんで、この建立に着手いたしました。ただ具体的に担当したのは寺岡治さんですね。寺岡さんが自分が懇意にしている石材屋さんに頼んで、この組碑並びに慰霊碑を制作していっております。私その石材屋さんと何度も話したことあるんですけども、名前の訂正を言われたあれからはなって言ってましたね。古い和解集なんか探してきますんで、間違ってるとか消してくれとかね、そんなことがあったみたいですよ。随分苦労して名前を尋ね当てたみたいですけども、作る側もそういうことがあったりして、それでも田岡親分の墓の隣にですね、組碑と慰霊碑は建立されていくことになりました。17年の暮れですね、組碑が制作されているんではないかということがメディアに知れまして、週刊誌のインタビューに慰霊さんが答えております。組碑は確かに今建設中です。ただ破門絶縁された人、組に反旗を翻した人は含みませんと言ってんですね。これは慰霊さんが喋っていたかと思うと僕は悲しくなってしまうんですけれども、確かに分裂で出ていった人たちは名前載ってないんですよ。同じ運命を慰霊さんが辿ることになるとはちょっと夢にも思わなかったけど、本当になんというか寂しい気持ちになりますね。18年になってからなんですけども、これは4月に4代目までの山口区組長のですね、仏庫者となった組長の永代法要を比叡山の延暦寺で全直参参加の上挙行しております。そしてこの年の7月23日田岡親分の正月命日には非常に盛大な供養が行われております。直参全員参加、関係者も参加しておりますね。羽根明美さんとか司親分の親分である広田さんとかも参加して、田岡親分の正月命日墓前参りが行われましたね。そしてついに平成18年8月8日、慰霊碑並びに組碑の開眼式が行われました。全直参参加で長峰霊園に、4列と5列に並んで、高山若頭所作をみんなで見守りました。そして当然皆さんもお参りしたわけですけども、この時に組碑並びに慰霊碑が建立されたということになりますね。茶道獄中で親分も喜んでいたと思いますね。親分がこの組碑慰霊碑を参ることになったのは、出所した年、平成23年4月9日ですね、府中刑務所を出所しまして、一旦東京のホテルで着替えをしまして、それから新幹線に乗って新神戸駅まで一直線で行って、で新神戸駅を降りたら一旦本部本家に寄るんかなと思ったら違うんですよ。長峰霊園に直行なんですよ。とにもかくにも田岡三代目の墓前で手を合わせたい、そして夢にまで見たであろうこの組碑慰霊碑に自身の目で確かめて手を合わせたいという気持ちがあったんでしょうね。どこにも寄らずですわ、長峰霊園直行して初めて念願の慰霊碑を目の当たりにして、長く手を合わせてらしたようですね。その時の写真もございますけどね。無事この組碑ができたわけなんですが、実を申しますと、この組碑慰霊碑は平成29年にですね、長峰霊園から山口組本部敷地内に移設移動しております。これは田岡家の方がですね、田岡家の横に組のそういう慰霊碑やそういうものがあると、田岡家のものというふうに誤解されるというような懸念があったようですね。田岡家と山口組はまあ切り離したいという田岡家の方針があるんですけども、まあそのような話があったんで、山口組を本部内に移設しました。そして本部内での開眼式、29年10月5日に、山口組敷地内の組碑建立の開眼式を挙行しております。いつでも自由に毎日皆さん拝めるわけですからね。先達の犠牲を胸に秘めて、大門に誇りを持って日々研鑽するというのにはまあ持ってこいかもしれませんね。山口組の組碑に、まあ、刻まれた人たちのことを思うとね、本当に大門の重みってよくわかるんですが、ただ外れた人、山口の組碑に刻まれなかった名前っていうのが、まさに山口組の歴史をある意味語っているんですね。例えば
田岡さんの右腕だった岡清、これ事業部門すべて田岡さんが任せた人ですよ。でも最後は岡さんの方から絶縁状を送って山口組と縁を切ったので名前は入れておりません。それから姿に正雄、全国で大きな手柄された柳川次郎、いずれも入っておりません。山本博、鴨田茂政、小田秀臣、入ってないんですよ。山広方に突きかかったということなんでしょうね。それから竹中武、中野太郎、将来入らないだろうと思われる入江忠、井上邦夫、寺岡治、池田隆、正木俊夫、なんともはや山口組の歴史の一面を見るような思いがいたします。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。チャンネル登録並びにいいねボタンをよろしくお願いします。ありがとうございます。